はいどうも、えー、水にゃんです本日の動画なんですがコンビニ前の駐車場で近隣住民との、えー、騒音トラブルを報じられて絶賛炎上中のコムドット騒動後、えー、9月の18日にリーダーのヤマト君がツイッターで逆切れ不評を浴びるという件について、えー、話をしていきたいヤマト君のツイッターがこちらでございます、まあ、これにこう書いてあることというのはですね まあどういうことなのかというと、えコムドットの報道は、まあ、皆さんもね、ご存知の通りだと思うんですが、大和君は冒頭に近隣住民やコンビニ関係者に謝罪した上で、暴力的な言葉を使った誹謗中傷、ファンを攻撃するリプライ、住所特定や僕の家に対するいたずら、殺害予告、これらは本当に必要だったのでしょうか。 みんな正義感を吐き違えてはいないでしょうか、有名人になら何を言ってもいいのでしょうか、誹謗中傷の犠牲になった有名人をもう忘れたのでしょうかと、えー、嫌がらせを受けたことを、ね、告白したで、自分らに寄せられる誹謗中傷に対しても、誹謗中傷を受ければ傷つくし、殺害予告を受ければ恐怖を感じるし、僕たちも同じ人間であるということは忘れないでほしいと思います。 匿名で誰かを攻撃することはその人のこめかみに銃口を突きつけ引き金を引くことに等しいとえ忘れないでくださいそしてすでに何人も犠牲にしてきたことを忘れないでくださいと呼びかけで今後は容赦なく警察への相談を行っていくことをえ宣言していましたでさらにね視聴者に対しては謝罪視聴者が胸を張ってコムドットを好きだって 言えるようにこれからも活動していくと述べパワーアップして戻ることを約束し復帰を待ってほしいということだった、まあ、こうした、ね、こう一連の騒動についてコムドットが初めて文章で自分たちの考えを述べたわけなんだけれどもでこれについてね僕どう考えていくかっていうと。 まあその言いたいことはね分かるしで正論なんだけれどもちょっとねこうやり方というか、まあ、ちょっとねうんずるいなっていうふうにね、まあ、思ったで、まあ、もちろんねそのコンビニ関係者であったり近隣住民に、えー、謝罪をしたことについては俺はもうすごい偉いというふうに思うんだけれども、まあ、そこと、えー、自分たちにこう寄せられているその誹謗中傷の問題っていうのをごっちゃにしてね で一つのこう文章で語るっていうのは何かねこうずるいっていうふうにしかまあ俺は思えないねなんでそのこう分けてやらないんだろうっていうふうに思うで結局まあコムドットのこう大和くんのまあツイートにこう載っているこの文章これをね、まあ、読むとなんだけれどもそのコンビニの前でね近隣住民と騒音関係でこうトラブった ことよりも自分たちにこう寄せられるその誹謗中傷そしてまあ、殺害予告そしてコムドットのファンに対する嫌がらせでこういうのの方の文章がねまあ、多かったんですよでまあ、僕自身もね、まあ、ぶっちゃけまあ嫌がらせの予告受けたりとかまあ、殺害予告って結構頻繁に受けるんですよだからまあ腹立らしい気持ちって っっていうののももやっぱりわかるんだけれどもまあそのコムドットっていうのはねまあぶっちゃけまあ短期間でチャンネル登録者数バーってこう増やしてでまあ、中にはそのファンを煽るようなことをねやったりとか、まあ、ヘイトを買うようなこととかもまあまあやってきたと。で、まあ、その反動でやっぱりこうアンチの人たちもたくさんいてでアンチの人たちがまあそれこそコムドットに対してやんややんややっぱりこう言うわけですよ。で 僕自身だって同じだだと思う僕自身ってやっぱり人を傷つけるようなことを言ったりとかであとヘイトを買うようなことを言ったりとかしててその反動でねやっぱり嫌がらせを受けたりとかであとはその誹謗中傷そして殺害予告を受けたりとかしてると思うのでだからぶっちゃけそのヘイトを買ったからでその反動でじゃあ誹謗中傷そして殺害予告を受けたりとかそういうのをね ますするするってまあされるっていうのはまあ、さに良くない話だからもちろんそのコムドットが誹謗中傷、殺害予告を受けたりとかするのは当然とは言わないんだけれどもただ、そう自分たちが、まあ、やったことでそしてその上で誹謗中傷、そして殺害予告を受けたっていうことに関してはこれはやっぱり分けてちゃんと考えていかなきゃいけないしで説明していかなきゃいけないと。で まあこういう部分において、まあ、そのコムドットのこう大和君のこのツイートを見るとどうしても、そこを、ねえー、ごっちゃにして自分たちはこういう被害を受けてますかわいそうでしょってこういうのはどう思いますかっていうふうに発信してるようにしか見えないからそこだけはちょっとねなんかうーんっていう、ね、なんか部分かなっていうふうに思いましたで続いてなんですけれども、えー、迷惑系 YouTuber ヘズマ竜が参議院議員選挙、山口県選挙区の補欠選挙に出馬するという件についてなんだけれども、これね、当初、NHK 党の立花隆さんが言ってて、ヘズマ竜自身は、これ、何も言ってなかったんだけれども、あ昨日か一昨日い、ね、ヘズマ竜がツイッターで参議院選挙に出馬するということを言ってた。 で、まあ来月ねえー。投開票が行われるとまあ、いうことなんだけれども、まあ、この出馬についてまあどう思いますか？って結構ね。聞かれたんでまあ、僕の考えを説明すると、まあその参議院選にこう出るっていうことについてはまあ、これはね参政権があるんだから、まあ,あの自由に出ればまあいいと思います。ただですね。まあ、その参議院選挙にこう出てで、じゃあ自分が政治の世界でこう。何かしたい。か 何をしたいかっていうようなところはめちゃくちゃゃく大事だと思うだから、まあ、その部分がわからないでただこうなんか自分が目立ちたい自分が売名したいえそして、まあ、その自分がねこう見添いを果たしたいっていうためのこう選挙であったら、まあ、それは有権者の人たちを僕は馬鹿にしてるなと思うからそうであるんであったら僕は反対かな。 ただこうヘズマリュウ自身がこう何かしら一つの信念があってでその信念を達成するためにその政治の世界に行きたいっていうことであればもう俺は全然ねたいなと、まあ、思いますただまあね山口県選挙区ということなんで、まあ、山口県にこう住んでる有権者の人しか、まあ、投票するこう権利がまあな,いないからね、まあ、僕は何もすることがこうできないんだけれどもただまあそのね ヘズマうーが、まあ、その参議院選挙にこう出るからって言っていやあいつはねっていや犯罪者でしょってだから犯罪者が選挙に出るのはどうかと思うよっていうのはちょっとこれはまた違うと思う、まあ、ただこうヘズマうは自分がこう持ってるこう権利を行使してるわけだからそれは何も俺は悪くないというふうにね、まあ、思う、まあ、ただこうその上でこう賛否両論があるのはしょうがないと思うしただまあそのヘズマ竜自身その賛否両論にもう負けないでねえ本、ー、当一生懸命こう愚直にね まあやってほしいなというふうにねまああの俺はえ考えてますただ正直ねーブーチまあ、まあ、nhk 頭の橘さんのまあ応援を受けたとしても、まあ、当選するのは無理だと思うでまぁ、あ、本人もまあ当選を目的としてまあ出馬したわけではないと思うんだよねで まあただこう何かしらの目的があってまあ出馬したっていうことだからまあその目的についてまあ俺が考えられることとすればまあ単なるこう僕は売名そしてまあネタ作りっていう何かところじゃないかなとまあそういった部分においてはまあヘズマ竜っていうのはもうもうねなんか自分の人生をもう思い切ってこうネタにするんだっていうようなまあ信念まあそれはあるんだろうなっていう。結構ねまあ選挙活動っていうのは まあ選挙活動って結構まあその融通が利いたりとかしててで例えばそのまあどっかのこう駅前とかそういうところで凱旋活動とかもしやすかったりとかするしであとはヘズマリュウのね、まあ、顔写真が載ったまあポスター。 まあこのポスターは、ねまあ、規定がちゃんとあるんだけれどもその規定をこう満たせば、ねまあ、どんなまあポスターでもこれ山口県のまあ選挙区の、えー、看板にこう載せることができたりとかするしでいろんなことが、ねまあ、できたりとか、まあ、するんで、まあ、そういう意味においては。 まあその売名目的でこう選挙に出たりとかする人も、ヘズマ竜だけではなくて、これまでこうたくさんの人がまあいたりとかするんで,で、ヘズマ竜もね、売名目的で多分選挙にこう出るとは思うんだけれども、ただ、そのね、選挙期間中、なんかめっちゃ僕は暴れるんじゃないかなって思います。で、正直、山口県内だけでまあ選挙活動をしなきゃいけないっていうわけでもないのねで、山口県外でも全然選挙活動っていうのはやってもいいんですよ。 ただまあ、投票する人はまあ山口県民の人たちにっていうだけの話なんでだからまあ、公選法ギリギリみたいなことをやってでそれでま品縮買うんじゃないかなっていうふうにまあ俺は思ってるけれども、まあ、かといえね、まあ、別にヘズマ竜のそれは人生だから、まあ、ヘズマ竜思いっきりね俺はやればいいんじゃないかなっていうことでまあ,あの応援します。 ということで、まあ、本日の、えー、動画なんですけれども、もし、えー、この動画を見ていいと思う方は、えー、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上、水谷でした。じゃあね。